すごいよ。うわ一口よいしょ。全然見えない。海なのにここひどい天気だね。やばいぞ。楽しみあるかな。もう漁港だね。おすごい。左方向です。続いて右方向です。仙鳳市漁港。お仙鳳市ってかっこいい名前だね。ね、こんな入ってっちゃっていいんだね。営業中の旗立ってんの見えた。見えた、うん、嘘。こんな漁港の中にあるんだね。ね、めちゃくちゃもう不法侵入みたいな。にある。違うよね。違うよね。違うよね。違いますよ。ああ、あれだ。ありました。本日は釧路でデイキャンプをしまーす。絶好のデイキャンプ日和ということでですね。うん。このさ、うん、海が白くて見えない感じがたまらないじゃん、うん、今日はね朝から、何店舗かスーパーを回って、うん、ちょっと食材を調達してきました。はい。最後、うん、本日のメインである牡蠣を買いに来ました。やったー、嬉しい。嬉しいね。嬉しいの、うん、食べないんだけど。食べれないよね。食べないんだけどなんか嬉しいのよ。仙鳳市っていう、うん、仙鳳市漁港にある牡蠣がめちゃくちゃ美味しいっていう情報があったので、うん、それを食べてみたいと思います。はい。初めてなんだよ ね。初めて仙鳳市の牡蠣は食べたことないね。うん。厚岸近いよね。うんうん、厚岸からも結構近い。うん、なんかもう牡蠣といえば厚岸みたいなイメージはあったんですけど、うん、うん、仙鳳市の方が美味しいって言ってる人もいたりして、うんうん、はい。めちゃくちゃ楽しみです。はい。買っていきたいと思います。はい。おー、これだ。すげー。こんにちは。うわー。すごーい。すごい。めっちゃある。いっぱいだね。すっごい。え、でかくない?すごい。見たことないね、こんな大きいの。S サイズ130円だって。安いね。めっちゃでかいよ、S でも。S でもね、うん、十分なぐらいあるよね。どうする?何何個だろう?うん、このオレンジ。M ぐらいにしようかな。M にする?うん、めっちゃでかいね。うわ、いいですか?え、ありがとうございます。え、これで M ですよね。ちょっと手のひらと同じぐらいある。すごいすごいすごいよこれ。いただきます。生で。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。うわ、ん、うわ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 でかうわ一口、うん、やばい。うん、めっちゃ美味しい。マジ、うん、うわー、すげー、うん、おいしい。おー、クリーミー。クリーミー、うん、おいしい。でかいもん。ごちそうさまです。ちょっとどうす、今ので M だよ。でかくない？めちゃくちゃおいしい。何にする？え、M 行こうかな。M にする？ M5 個と LL1 個。はい、お願いします。今向いてくれて食べることができた。やばい、めっちゃ牡蠣買えたよ。すごい、たくさんサービスしてくださって。そう、めちゃくちゃいい人だった、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみ。よし、これを今からキャンプ場に行って焼いていきましょう。はい。
ちゃ綺麗なんだよ、ここ本当は。こっからはもう海が一望できるんだよね。本日はここでデイキャンプをします。もう本当はこっちが一面海なんですけど、なんも見えない。ちょっと音が聞こえるかなぐらいだね。結構気温も低いね。ね、寒いね。なんかこういう天気多いのかな、釧路って。ね、なんかね、霧の道みたいな道路に名前ついてるとこあったし。ええー、本当。これ天気良かったらね、最高だったんだけどな。めちゃくちゃ最高だったよこれ。しょうがないか。うん。なんかでもちょっと明るいからね。兆しはあるんじゃない。ポジティブ。これトイレだね。うん。すごいね、設備も整ってる。あ、ペーパーがない、紙なし、持ってきたね。セッティング完了です。こんな感じで超簡易的ですが、あとは火が起きればできるかな。うん、はい。というわけで無事に炭が起きて準備が完了しました。めっちゃお腹すいたね。めっちゃお腹すいた。よし、この真っ白な世界の中でバーベキューをしていきたいと思います。湿度 100%。 なんかね、そのせいかわかんないけど、この水蒸気にさ、きっと熱がさ当たってなのか、今まで鳴らなかった音がめっちゃ、うんうんうん、なんかね、風でね、うん、多分触れたらすごい鳴るんだよね。やだ、ちょっと不思議な状況ですが、バーベキューをしていきたいと思います。イエーイ。それともう一つ、今日はご飯を炊こうと思っていて、とうきびご飯の素っていうのを道の駅で買ったんだよね。そう、しほろの道の駅でこちら買いました。めっちゃ美味しそうだよね。ね、これをご飯2合と炊いたらいいみたいなので、うん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 、お昼これを食べたいと思います。はい。十勝産のトウモロコシだって。 1.5 合炊きの炊飯器で1合ずつやればいいかな。そうだね、半分こして半分にして1合ずつ炊いてみたいと思います。はい、よいしょ。セッティングするか。うん、まず1合でいいんだよね。うん、1合2回やれば明日のご飯とかに、あ、そうだね、なんかおにぎりとかにして置いとくか。うん、うん、うん、あ、汁ばっか入ってるよ。あ、汁ばっか入っちゃった。もう汁は入れるな。コーンだけは入れよう。おお、コーン出てる。うん、出てる出てる。こんなもんではないでしょうか。あ、すごいたっぷりだね。わあ、美味しそう。これで1合のところまでお水を入れて、うん、OK。 あとは普通に炊くだけ。うん、よいしょ、よし、炊くよ。うん、 OK。 では待ちましょう。うわ、そんなことある？手で開けなよ。もう、お着しないで。はい。中間から開ける人、本当に嫌だ。安かった鶏肉だけど、めちゃくちゃ美味しそう。もうちょっと霧がなくなってくれたらいいんだけどね。ね。でも多分ここにいる間さ、一回も海見えないで終わるだろう。この時期の釧路は、うん、最高16度で、うん、最低12度。寒いな。ここで車中泊したかったな。ね。天気良かったらね。なんか天気悪いと怖さ増すよね。うん、なんか見えないの怖いよね。うん、朝起きて車後ろ開けたらさ、うんうんうん、この絶景じゃん。やりたかったよね。でもさ、無料だからさ、またいつでも来れるよ。そうだね。うん。あ、こう、あ、なんかでっかいカイル腕に、やだやだ。乾杯してなかった。そうじゃん、そういえば。もう行っちゃう、次の回に回す。開けたよ、やったー。開けてみるか。うん、行きます。オープン。おお、ふわー、わ、なんかお焦げみたいになってる。めっちゃいい匂いするね。うん、
めちゃくちゃいい匂い。美味しそう。コーンたっぷり。よいしょー、うん。コーンに偏りがあったらすいません。そこまではね、さすがに仕方ない。しょうがないでしょ、うん。いただきます。いただきます。うん、うん、うわ、おいしい、うん、コーン激甘、うん、めっちゃ甘いね。いいですか？どうぞ。貝を焼きたいと思います。 M サイズがこのぐらいでかこれで M 2L でっか今日は独り占めしていただいて。やばい、嬉しい。やばいね、うん、早速焼いていきますか。うん、激安スーパー広瀬、うん、というところでホタテも買ってきました。これ1枚さ100円だったね。そう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 、ね、うわ、生きてる？生きてるかも。指こうやって入れてみて。いやだ、怖い、うん、じゃあ昨日の夜に1時間ぐらい牡蠣の焼き方を勉強してた青にいや待って、それは事実なんだけど、ね、うん、全部忘れちゃった。なんで1時間ぐらい動画見てたのに。どうだっけ、なんで忘れるの。何も身に入ってなかったみたい。いや、これは青に託したいんですけど、いいですか。いいよ。どれからいきますか。 M と、はい、L も LL も1個 OK です。 M 一丁ドーン。わー、 LL 重っ。これやばいわ。よいしょ。わー、なんじゃこれ。いいんじゃない。パカーン、うん、あ、大きいね。大きい。お、なんか来てない。あ、すごいすごい。あ、来たか。オープン。うわ、でかいね。大きい。やっぱりでかいね。おいしそう。もう一個も開けてみるか。うん。お、来た。うわ、やばい、でかい。でかすぎる。うわー、うわー、でかい。すごい。バケモン級。見たことなくない？こんなサイズの牡蠣、うん。こんな長い牡蠣見たことない。よいしょ。うわー。うわー、プリプリ。信じられん。何このプリプリ。醤油。こんなもん？うん。ちょっとでいいや。飲み物、飲み物。飲み物。ここ？そこだ。何から？札幌クラシック。札幌クラシック。よし、これを用意して。うん、行っちゃうか。うわー、どうしよう、どっちから行こう。M から行くわ。M から、小さい方から。うわ、いける？熱くない？甘い。うわ。乾杯。ビールがね、うん、かっこいいって美味しく感じる。マジ、うん、進むわこれ。進む？めっちゃ美味しい。なんか生もすごい美味しかったけど、うん、焼きもまたちょっと風味が変わるっていうか、すごい美味しい。生の方が塩味があって、うん、なんかよりクリーミーさがあったかなって感じだけど、うんうんうん、焼きは弾力とかがすごいプラスされて、うんうんうん、より美味しい。うわぁ清涼。うーん、白さんのホタテ身熱くてさ、うんうんうん、プリプリ、うん、弾力すごいわ。ほんと、うん、その持ってる感じでおかしいもん、サイズ感。すごくない？わかる？伝わりますでしょうか、この大きさ。 2L です。でかい。そしてこちらです。どうですか、この最高な組み合わせ。やばくない？これ一口でいけるかな。いや、
無理じゃない？無理だよね。うん。いやー、大きい。笑っちゃう、この大きさ。うん。やば。整うわ。整った。整った。新しい整いだね。うん。本当なんか同じ感覚になる。マジ？サウナ派とカキ派で。整い方が分かれる。めちゃくちゃ美味しい。何この贅沢。うん。うん。だってさ、どっちも好きじゃないのにさ、美味しそうに思えるってすごいことだよね。それを見てるのはめっちゃ美味しそうに見える。最高です。いや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 。どこに海あるのこれ。え？すごいな、想像力。めっちゃ綺麗。怖い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 。結構青いんだね、こっちの海は。いや、怖い怖い怖い。色までいってる。第2回戦、スタートでございます。牡蠣って層がすごい多いからさ。そうだね。どこが蓋の入り口かわかんないよね。わかんない。あ、見えた。そう。うん。ここだ。え、ほんと？その上、その上。本当だ。うわー、うわー、落ちる。あのお店の人めっちゃ上手だったよね、むくの。ああ、秒だったよね。ね、もっと下だよ。もう一個下。一個下。あんた見る目あるね。めっちゃプルプルで美味しそう。身めっちゃでかいよ。ねえ、うん、試食でいただいたやつもそのぐらいあったね。でかかったよね。先方市っていう牡蠣自体初めて知ったよね。うん、初めて知った。やばいの知っちゃったね。やばいの知っちゃったよ。このためだけに釧路に来るかもしれない。いや、ありえるありえる。あっけしとどっちが美味しいかな。どっちだろう。あっけしさ、近々行くからさ、ちょっと食べてみて。あ、もうより味わらなきゃ。味わらなきゃよし、味わっておかなきゃいけないよし。結構いけるもん、個数的には。いける。きつくない？きつくない。ほんと、うん、めっちゃいい人だった、ほんとに。 Google の口コミを見た時に、このお店のお母さんがめっちゃいい人だったみたいなレビューがすごい多かったんだよね。そう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 。どんないい人なんだと思って行ったら、なんかほんとわかる、うん、納得だったよね。もう温かい感じ。そうそうそう、静かな感じなんだけど、そうそう、うん、食べてたら後ろですごい笑いながら見守ってくれてるみたいな。めっちゃ優しい温かいお母さんだったね。ね、うん、でうちらはこの自分たちの分をまず買って、うん、車に戻って、うんうん、ちょっとこれ実家にも買いたいねってなって、うん、急いで戻って実家の分もそれぞれ注文してきました、うん、はい、発送してね。そうそう、全国発送してるって書いてあったから、ね、うん、またさ、釧路来たら絶対行きたいね。行きたい行きたい。てか、なんでお前が言うんだよって多分みんな思うから。本当だよ。なんかね、食べないんだけどね、そういうのね、食べてほしいんだよね。いいやつぶってるみたいになるけど、うん、人の幸せを喜ぶタイプ。しかもさ、美味しいものをさ、安く食べれるって、うん、最高じゃん。いや、そうだね。ここに来た時しかできないじゃん。うん、確かに。いつもキャンプで絶対買えないもん。ホタテだってさ、うん、広瀬に行かなかったら買えないじゃん。確かに。1枚300円と200円と100円があって、うん、迷いもせず100円の買うというね。十分じゃない、うん、だってこんな大きいんだよ。太陽あるけど。お、本当だ。今出てきたよ。ホタテが美味しいとこってどこだろう。サルフツ。やっぱ北海道一なんかな。今まで青が食べた中では、うん、サルフツのホタテが一番かな。うーん、今年もサルフツのホタテは食べたいね。食べたい。最北端ももらいに行かなきゃいけないし、うん、そうだ、最東端最北端行かないとね。最東端もうすぐゲットできるよ。うん、釧路の後向かおうと思ってんだよね。旅してなかったら先方市の牡蠣食べたことなかったね。うわー、確かに。釧路までは何回か来たことあったけど、うん、知らなかったから、うん、旅をするにあたってね、うん、そこの土地を詳しく調べると
いろいろ分かることがあってさ、ね、面白いよねやっぱり、ね、行かなきゃ分かんないみたいなさ、いやそうだね、ことってめっちゃあるよね、あるある。 それこそ青は地理が本当にできないじゃん、都道府県の場所がね、もともと全く分かんなかったけど、うん、実際自分で運転してそうそうそう47都道府県回ったから、うん、もうどこに何県があるのかっていうのは覚えたし、うんうん、分かるようになった、ね、行く前から気になってたのさ、あのこんなに分かんないのに、うん、行ったらどうなる、あの分かるようになるのかなってちょっと気になってたんだけど、うん、分かるようになるんだね一口です。また贅沢、うまい、もう飲み切ったの、はいや、あるよ、声ひどいね、うまね、やばい、青空出てきた、しかもさ、海の位置めっちゃ高かったこれ奇跡的にこっちは青空が出てきて水平線が見えます。こんな綺麗だったんだね今頃見れたよ、めっちゃ晴れてきたよね、まるで晴れ女、やっぱ札幌クラシック、美味しいよね、美味しい、道民としてそう答えざるを得ないおお見える見える、あ、一気に済んだ、ね、うわ、きれい、一時はどうなることかと思ったけどすごい人も増えたしね、めっちゃ増えた、やっぱり人気なのかな、うん、そうなんじゃない、ね、これ食べて、ちょっともうお腹いっぱい、まだいっぱいあるよ、明太はんぺんもあるよ、それってお弁当のおかずっていうイメージなんだけど焼肉で買う人初めて見た、焼けるかな、あ、ここか、旅館でやる方が美味しそうだけどね。マジ？え、山よ。え？あ、山屋。山よ。うん。山屋の明太子を使ってる。30円ぐらい。40円？そう。37円。これ砂肝だったの？そうだよ。へえ。美味しそう。めっちゃ大きくない？うん。知床だよ、しかも。ね。知床鶏。初めて。どうでしょうか。うん、うまい、砂肝も好きだわ、なんかいつも食べるのより、うん、肉感強くない、え、わかる、やっぱこれ美味しいよね、うん、あー、斬新このはんぺんも炭火で焼かれるの初めてなんじゃない危な、焦げるとこだった、あー、ありがとう、あ、あー、はい、というわけで全て食べ終えて片付けまで終了しました、はい、はい、前方市の柿最高でしためっちゃ美味しかった、ね、1日でこんなに食べれることはもうないと思うので、うん、ね、美味しいものをたくさん食べて最高なデイキャンプになりました、うん、ここはね、本当無料なのに、うん、ゴミ捨て、綺麗な炊事場、うん、トイレ揃ってるので、うん、かなりねおすすめのキャンプ場です、はい、本当だったら、うん、車中泊もここでできたらよかったんですけど、うん、クマが怖いのでビビリなので、はい、道の駅に行って、うん、泊まりたいと思います、はい、本日の動画も最後までご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございました、また次の動画もよろしくお願いします、よろしくお願いします、バイバイ、バイバイ。 You were the type that eclipsed the roomI was the one who arrived too soon But no one would ever bet against us If they saw us exchanging glances I was too busy to fall in love You were too busy to break my heart